格闘技選手たちは1試合のために毎日必死にトレーニングに励み命を削りながら試合に向けて準備をしていますしかしその努力が一瞬で打ち砕かれることも今回はあっという間に決着がついた瞬殺 KO の試合を紹介していきます山本キッド VS 宮田和幸まずは2006年5月3日ヒーローズ2006ミドル級世界最強王者決定トーナメント開幕戦で行われた山本キッド VS 宮田和幸との MMA での 一戦ですキット選手は幼い頃からレスリングに打ち込み高校時代は単身でアメリカでレスリング修行をしアリゾナ州の王者に3度輝きましたその後大学では日本に帰国し全日本学生レスリング選手権大会優勝するなど数多くの実績を残していますこの頃キット選手はシドニーオリンピック出場を目指していましたが1999年の全日本レスリング選手権大会で惜しくも準優勝そしてオリンピック出場への道が絶望的になったのと同時 時期に姉ミユの元夫であるエンセン井上に指示して総合格闘技に転向します姉から総合格闘技のビデオを見せられたのがきっかけになったそうですその後2000年7月愛知で行われたアマシュートワンマッチにて2ラウンド KO 勝ちで アマデビューを果たします。同年9月、第7回全日本アマチュアシュート選手権大会ライト級で優勝。翌年2001年にプロデビューし、シュートで世界ライト級ランク2位まで上り詰めました。その後も順調にキャリアを重ね、2006年5月3日、ヒーローズ2 0 0 6ミドル級世界最強王者決定トーナメント開幕戦で行われた宮田和幸と対戦します。対戦相手の宮田選手も、キット選手と同じくレスリングのバックボーンがあります。またシドニーーオリリンピックフリースタイル 63キロ級の日本代表に選ばれたり全日本レスリング選手権大会フリースタイルで3回優勝するなど素晴らしい実績を持っていましたこの試合は誰もが予想しない衝撃的な結末を迎えることになりましたキッド選手は試合開始のゴング直後に走り出すと左飛び膝蹴りがクリーンヒットなんと わずか4秒でマットに沈めてしまいまいすこの膝切りで宮田選手は化学骨を骨折また折れた顎をワイヤーで固定する手術を受け長期離脱を余儀なくされますこの衝撃的な KO に観客は総立ち格闘技ファンなら誰もが知る歴史に残る一戦となりました内藤大輔 vs ポンンサクレックシンワンチャー続いては2002年4月19日内藤大輔 vs ポンサクレックシンワンチャーのボクシングでの一戦で衝撃が起こります内藤選手はタレントとしても ボクシング解説者とととししても大大人人気ででそれは亀田大輝のの試合で一躍時の人となりました北海道出身の内藤選手内藤選手の母親は内藤選手がまだお腹にいる時に離婚したため女手一つでアルバイトをしながら育てていましたそのため内藤選手の幼少期は非常に貧しかったそうですしかし内藤選手はスポーツ万能で運動会やマラソン大会では足が速く常に1位そんなこともあり小学校では人気者だったとかしかし中学に上がると ボンビーとあだ名をつけられ給食のおかずを取られたり教師に見つからないように暴行を受けたりいじめられるようになったそうです内藤選手はこのいじめを教師に気づいてもらえず母親にも相談せずたった一人で耐え続ける生活を送りそれが原因でいかいようにもなり地獄のような中学生活だったと語っています幸いにも高校ではいじめっ子と同じにならずいじめは終わり卒業後にはホテルの調理師として内定をもらっていたのですが上司と口論になり内定は取り消しにそれ以降 内藤選手は定食に就かず怠惰な生活を送っていましたしかし母親はそれを許さず内藤選手を大声で叱るも励ましてくれたそうで上京することになったそうですが母親は実は別れた夫内藤選手の実の父親に内藤選手を働かせてほしいと話を頼んでいたので内藤選手は父親の工務店で働いていたそうですとても優しいお母さんですね そんな中、内藤選手は仕事を1年ほど頑張っていた時にボクシング雑誌に刺激を受けて宮田ジムに入門します。内藤選手がボクシングを始めた動機は地元に帰省した時にいじめっ子に会うと思うと怖かった。ボクシングジムで習えば強くなるかもしれないし、強くなれなくてもボクシングをやっているといえばいじめっ子はビビるんじゃないかと思ったと語っています。ただ母親からはボクシングなんか野蛮だからダメだと叱られ感動を言い渡されたそうです。内藤選手プロデビューは1996年22歳 デビュー戦ででラウンドで KO 勝利その後も快勝を重ねていきデビューから10戦目1998年12月9年月日全日本フライ級新人王決定戦でこれまた1ラウンド KO により新人王を獲得しています2001年7月には日本フライ級チャンピオン坂田武文に挑戦この試合は引き分けにより惜しくもチャンピオンにはなれませんでした そして2002年、ポンサクレック戦を迎えます。ポンサクレックは、世界フライ級における連続防衛記録15の世界記録を所持している、昇進正明正の絶対王者です。1977年、タイ生まれのポンサクレックは、ムエタイから始め、42戦28勝13敗と、成績はあまり良くなかったそうですが、プロモーターの勧めで、お前はパンチだけの方がいいかもな。 ボクシングに転向しろと言われたのがきっかけでボクシングを始めることに1994年ベルナルド・ダバロスを相手にプロデビューし2ラウンドテクニカルノックアウト勝利でそこからデビューから7戦連続 KO 勝利と素晴らしい活躍で1997年 WBU 世界ライトフライ級王座に挑戦1ラウンドにテクニカルノックアウト勝利を収めて見事世界チャンピオンになりますただ WBU はかなりマイナーな団体なのでポンサクレックの実力は世界的に認められたわけではありませんでした した そんな中 WBC 世界ライトフライ級王者のマルコム・ツギャカオに挑戦1ラウンドで3回のダウンを奪いテクニカルノックアウトで勝利していますこれで晴れてメジャー団体の世界チャンピオンになりますその後も勢いは止まらず2001年12月6日後に IBF 世界ライトフライ級王者になるルイス・アルベルト・ラサルテ相手に2ラウンドで TKO 勝利これで WBC ライトフライ級を3度防衛して迎えた内藤戦2002年4月19日この試合はポンサクレックの地元 とタイで行われ内藤選手27歳ポンサクレック24歳とどちらも肉体的に全盛期でした。 試合は開始から内藤選手が飛ばしますガードがかなり低くアウェーの空気を吹き飛ばそうとポンサクレックに襲いかかる内藤選手一方のポンサクレックも打ち合いますそんな時ポンサクレックの強烈な左フックが内藤選手の顔面にクリーンヒットしダウン審判はカウントを取りますが内藤選手は反応しませんこのまま内藤選手は起き上がれず担架で運ばれますそしてこの試合は世界フライ級で現在において史上最短 KO 記録で34秒でしたこの後内藤選手と 本作レックは修正のライバル関係となり計4度も対戦しかし、この内藤選手の不名誉な記録、これだけ早く負けたら弱いのか、との印象も持たれそうですが、内藤選手は同時に素晴らしい記録も持っています。2004年10月11日、日本フライ級だった内藤選手は、小島武之の挑戦を受けました。試合は開始一瞬でした。小島選手の左ジャブにカウンター気味で、内藤選手の右ストレートでいきなりダウン。 小さくガッツポーズを見せる内藤選手しかし小島選手はすぐに立ち上がり試合再開内藤選手はガンガン追い詰め2回目のダウンで試合終了こちらも現在のところ日本タイトルマッチ史上最短 KO 記録24秒と内藤選手は世界フライ級タイトルマッチで最短慶応敗北記録そして日本タイトルマッチで最短 KO 記録と相反する記録を持つ珍しい選手です天最後はナスカワ天心 vs 有松友のキック ボクシングででの試合で衝撃が走ります天心選手は1998年8月18日千葉県で生まれました幼い頃は弱虫でビビりだったらしく5歳の時に礼儀を学ばせるために父親の勧めで極真空手を始めたそうです最初は嫌々いやでしたが同じ年の子がたくさんいることもあり徐々に楽しくなり始めたとかそんな時初めて出場した大会でボコボコにやられますそれを機に中途半端が大嫌いな父親に火がつき自宅での特訓が始まりましたすると特訓の もあり次に出場した県大会ででオール一本勝ちで勝ち利しかし県大会以降は体重が無差別の大会ということもあり天心選手の倍近い体重の選手を相手に敗北してしまいますそのため体重差の不利をカバーするためにうまくステップを使い自分が当てて動くという練習を始めこれが今の天心選手の試合スタイルにつながっているそうですそして小学4年生の時に空手の全国大会で優勝を果たし小学5年生の時には極真空手ジュニア世界大会で優勝を果たします ちょうどその頃空手はもうやりきったかなと思っていた時にテレビで K1 を見てそれに憧れてキックボクシングに転向を決めたそうですキックボクシング転向後約3年間のアマチュア時代の戦績は105戦99勝5敗1分け 37KO 雷門全世界アマチュア無タイ選手権など数々のアマチュア大会世界大会のタイトルを総なめしジュニアキック最強男子と呼ばれるようになりますそして中学校卒業と同時にデゲーコでお世話になっていた伊藤隆 主催のジムターゲットに所属し格闘技により専念するために授業が午前中のみで終わる4年生の高校に進学高校進学後は 2年年目からデデビビュューーすする予定ででしたがが早くも高校1 100生の夏にライズ100回記念大会でデビュー戦が決まりまりアマチュア時代の圧倒的な強さからデビュー戦の相手が試合の1ヶ月前までなかなか決まらない中でついに決まったのがライズバンダム級7位の現役ランカーである有松友ですデビュー戦で相手がランカーだということもあり世間からはかわいそうに大人の洗礼を受けてしまうのかと言われていましたしかし試合は一瞬で終わりますゴングが鳴り有松選手の様子を伺う天心選手 そして試合から約15秒後天心選手の強烈な左フックが有松選手の顎を捉え1回目のダウンを奪いますその後勢いはさらに加速し有松選手をコーナーに追い込み連打を浴びせる天心選手何とか逃れた有松選手でしたが天心選手の左ハイキックが炸裂しマットに沈みます開始のゴングからわずか58秒での出来事でした 見事な秒殺 KO で衝撃的なデビュー戦を果たした天心選手。キックボクシングの戦績42戦42勝という異業を成し遂げ、現在はボクシングに転向しています。ボクシングのプロデビュー戦も衝撃的な KO が見れるかもしれませんね。いかがだったでしょうかこの動画が面白いと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。他にも知っていることがあればコメントや高評価で教えてください。ご視聴ありがとうございました。